はい、またその時間です。皆さんは友達と縁を切ったことがありますか？私は切ったことありますし、現状リアルな友達とはほとんどつながりはなく、 YouTube 関連のつながりがメインになってきております。今回は最強の縁切り神社でオリンピック中止がお願いされたことにより、オリンピックが中止になるのではないかと噂されている件についてお話していこうと思います。そうですね、現状縁を切りたい人がいるっていう方はぜひグッドボタンを押していってください。皆さんは京都の安井金比羅宮という神社を聞いたことがあるでしょうか？縁切り神社として有名な神社で、全国から縁を切りたい人が殺到する神社で、縁切り結びの石という大量の縁切り、縁結びの願いを託した札が貼られた大きな石がある神社です。画像の通り、その姿は異様な光景に見えます。その縁切りの方法なのですが、最初に本殿に参拝、お札にお願い事を書き、お札を手に持ったままこの石に開いた穴を手前から奥にくぐり、奥から手前に帰ってきます。そしたら札を石へ貼ります。これで悪縁を切り、良縁を結ぶことになるそうです。なぜ縁切りができるのかというと、安井金比羅宮の主祭神は須徳天皇であり、その須徳天皇が縁切りをしてくれると言われております。須徳天皇は菅原道真や平将門と並び、日本三大怨霊となった人物の一人。では須徳天皇はなぜ怨霊になってしまったのか、ちょっと歴史的な話に入ります。彼は鳥羽天皇の第一子として生まれ、5歳で天皇に即位しました。須徳天皇の父である鳥羽天皇は岡崎天皇で、実権を握っていたのは曽祖父である白川法皇。その白川法皇が鳥羽天皇に上位を迫り、須徳天皇が誕生したのです。須徳天皇は実は曽祖父の白川法皇の子供ではないかという疑いがあり、父である鳥羽上皇から冷遇されていました。そして実権を握っていた白川法皇が崩御すると、鳥羽上皇は須徳天皇に上位を迫り、本当の子供である近衛天皇が即位しました。須徳天皇は自分の息子に上位すると思っていたのに、弟が即位してしまったのです。これにより当時の制度上、須徳天皇は今後実権を握ることが不可能になり、遺恨を残します。その後近衛天皇は崩御、再び須徳天皇の別の弟の後白河天皇が即位します。その後、後白河天皇側は、須徳院が軍を率いて国家転覆を企てていると主張したことで、後白河天皇と須徳院で戦いになり、敗れた須徳院は朝廷の反逆者扱いされ、讃岐に島流しされます。須徳院はそこでは仏教を心の拠り所とし、戦死した人を供養するために写経を書き、それが完成すると京都の寺に納めてもらうために朝廷に送りましたが、これには呪いが込められているに違いないと拒否されてしまいます。これに対して須徳天皇は激怒、我日本国の大魔王となり、天皇を引きずり下ろし、民から新しい王を生み出してやると宣言し、無念の中亡くなりました。そして怨霊となります。須徳院の死後、京都では災いが頻発します。後白河天皇の後を継いだ二条天皇が在位中に23歳で急死するなど、皇族が次々と亡くなったり、京都の町の3分の1を焼く大火が起こり、朝廷に関わりのある建物が次々と焼失し、須徳院の怨霊だと恐れられるようになりました。これによって後白河法皇は須徳院に対し罪人扱いをやめて、大きな寺院を建立します。しかしその効果もなく、後白河法皇は崩御。そして天皇が実権を握る時代は終わり、武士が政権を握る鎌倉時代へとなっていきました。こういうことから須徳天皇は日本三大怨霊となってしまったのですが、縁切神社の縁切の由来は、須徳天皇が讃岐の金比羅宮で一切の欲を断ち切ってこもって神仏に祈願していたことに由来します。その安井金比羅宮の縁切神社の効果を検索してみると、いろいろと体験談がありましたので、いくつかご紹介していきます。例えば A さんはこの体型と縁切りして痩せますように、 A さん母は職場の嫌いな人と離れられますようにとお願いしました。すると A さんは原因不明の胃腸炎で入院し、点滴生活で食べ物が食べられず痩せることになり、 A さん母は仕事で骨折してしまい休職、そのまま退職したそうです。 B さんの友人はストーカー被害に遭っていたのですが、B さんが友人にお守りを買っていくと、その友人は外国人と結婚し、外国で暮らすようになったことでストーカーとの縁が切れたそうです。 C さんは上司と縁切りして新しい幸せな生活が送れますようにとお願いすると、会社が買収され解雇されました。この他にも病気との縁切りやお酒との縁切りなどのエピソードもありました。
書いてある札を見に行くと他人の福を願うようなこととか結構えぐいお願いがあるそうですよ。怖いもの見たさで見てみたいですけどね。このように最強パワーを持った縁切り神社となっておりますが、縁切りの方法が病気になったり職を失ったりなどがあるので、その覚悟を持って何が起きても縁を切るつもりでやらないと危険なので注意してください。そんな中、今話題になっているのは JOC 解体やオリンピックやめろ、オリンピック中止といったようなお札が貼られており、須読天皇がどう出るかというのをみんな注目しております。最強の縁切り神社のパワーが勝つのか、それとも負けるのか、これも一つの楽しみとして見るのがいいかと思います。そして実は願いを叶えているのは須読天皇ではないという説もあります。ある霊能力者がここを見た時にあったものは、とんでもない数の人の念、人の念が集まっていることで最強パワーを持っているとのことです。この神社、 YouTuber のラファエルさんも何でも願いが叶うということで毎年参拝されている神社なのですが、ラファエル式参拝方法は安井コンピラ宮の全ての神様のところを回り挨拶感謝するというもの、それで何でも願いが叶うそうです。ということで縁切り神社の話は以上となるのですが、東京オリンピックは呪われているという話をさらにしていこうと思います。麻生太郎が発言した言葉が由来ではありますが、中止になった1940年の東京オリンピックと、日本がボイコットした1980年のモスクワオリンピック、そしてその40年後の東京オリンピックは2020年から2021年に延期になりましたが、どうなるのでしょうか。ちなみに中止になった東京オリンピックの40年前である1900年のパリオリンピックは日本人は出場しておりませんし、その40年前には近代オリンピックは存在しておりません。つまり1900年日本人出場なし、1940年東京オリンピック中止、1980年日本人出場なしということは、この法則でいくと2020年の東京オリンピックは中止になるのでしょうか。現状は開催の方向で進めておりますが、今回の呪いやジンクス的な話を頭に入れておくのも都市伝説的には面白いのかもしれません。当然コロナで中止とかになったらいいことではないんですけどね。てかコロナとの縁切りをみんなお願いしたらいいんじゃないでしょうか。ぜひやってみてください。ということで今回の話は以上となりますが、皆さんは安いコンピラ宮で縁切りを願いたいですか、願いたくないですか。そのあたり、こういうことを願ってみたいっていうことがあったらコメント欄に書いていってください。そしてチャンネル登録して魔族、いや須読天皇にちなんで大魔族として怨霊になっていってください。毎回の宣伝ですが、都市伝説バーカムナを新宿にオープンしましたので、興味ある方は概要欄のツイッターからご確認ください。それではご視聴ありがとうございました。